交換用パイプカッターチューブカッターチューブカッターパイプカッターまたはパイプカッターとはカッターホイールと呼ばれる周囲が鋭いくさび形状をした、円盤状の刃をパイプに食い込ませた状態で工具をパイプの周囲を回転させて蘇生切断を行う配管作業に使用される工具チューブカッターとも呼ばれるパイプカッターはカッターホイールと管を受ける側のローラーで管を挟み ハンドルで押しネジを徐々に回して、カッターホイールを管に押し込む。基本タイプとして2種類があり、1枚の刃と2個のローラーからなるものと、3枚の刃からなるものがある。3枚陣のタイプは、カッターを3分の1回転往復させて使用するため、早くまた障害物でカッターを1回転できない場所での使用に便利である。他の切断工具に比べ切り子を出さずに、綺麗な切断面が得られる反面。 管の内側に垂れた針をリーまで取り除く必要がある。切断対象が配管用断速を交換、ガス管等の交換が主である。パイプカッターは本体が強度のある鋳造品である。銅管用のパイプカッターはチューブカッターとも呼ばれる。パイプカッターとチューブカッターの違いは、パイプカッターは鋼、真鍮、銅、連鉄、鉛でできているパイプを切るのに用いられ、 チューブカッターは鉄、鋼、真鍮、銅、アルミニウムでできているチューブを切るのに用いられる。パイプとチューブの最も重要な違いは、チューブがかなり薄い肉厚であり、軽荷重で切断できるということである。両カッターの大部分は密接に似ているが、チューブカッターはパイプカッターより小さく、チューブカッターのセンターからずれた切りかき付きの2個のローラーは、 銅管のフレア部を管の無駄なしできるのに有効である。銅管用のチューブカッタは小型サイズが普及しており、本体の材質はアルミ合金である。切断後の管内側にできる針を除去するためのリーマが本体に内蔵されている場合が多い。リーマの方式も開発当時のナイフ陣形状からスクレーパ方式に変化している。大きいサイズは刃物を取り付けているシャフト部分が ワンタッチでスライドするクイックアクション機構がついていて葉を素早く管の切断位置に移動させることができる。近年管材質の変化によりカッターホイールの材質や形状を変えることによりステンレス管用や樹脂管用と用途が拡大している。カッターを回転させる特の力を軽くするためローラーにベアリングを使用しているものもある。これら軽接段か重要なものの本体はアルミ中造品や アルミダイカスト品である。その他の方式に、リンク型、モン型等用途に合わせていろいろなタイプとサイズが各メーカーから出ている。スーパーツールアサ田リードリッチとインペリアル。ありがとうございます。